みんなこんにちは、アテナくんだよ。ミツバチの巣ってたくさんの蜂がいるけど、女王蜂は一匹だけだよね。じゃあ、新しい女王蜂が生まれた時って、今までの女王蜂はどうなるんだろう。今日はミツバチの女王様にお話ししてもらったよ。あなたかしら、私からいろいろ聞きたいというのは。そう、私はミツバチの女王、女王蜂。新しい女王蜂が生まれたら、あなたはどうなるかですって。女王蜂は一つの巣に一匹だけ。新しい女王蜂が生まれると、これまでの女王は新しい女王蜂に巣を明け渡し、ここを出ていくのです。私だってそう。いつか新しい女王蜂を産んで、その子が一人前になったらここを出ていくのです。でもそれがミツバチの世界、女王蜂の定めなのです。新しい女王蜂が生まれたら、私はこの巣から半分ぐらいの働き蜂を連れてここを出ていくわ。新しい女王蜂は一匹で生まれてくるのかって？いいえ、新しい女王蜂は一匹ではなく、何匹か生まれてくるのです。でも、女王蜂になれるのは一匹だけ。お互いに戦って、勝ち残った一匹が女王蜂になるのです。厳しいですって？でも、私だってそうして女王蜂になったのですからね。大人になった女王蜂は、巣の外に出て、空中で押すと交尾をするわ。そして、その一回の結婚飛行で、それから数年間、ずっと卵を産み続けるのです。交尾を終えたオスバチは、体が固まって死んでしまうの。さあ、もういいかしら。女王バチさん、ありがとうございました。女王バチさんも大変なんですね。今日のまとめ。新しい女王バチが生まれると、これまでの女王蜂は半分ぐらいの働き蜂を連れて巣を出ていく。新しい女王蜂は数匹生まれてくるけど、お互いに戦って勝ち残った蜂が女王蜂となる。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。